こんにちは、亀三昧です。今日は外で亀の撮影をしています。こちらは去年生まれの中国セマルハコガメの5匹です。普段は室内で飼育をしているんですが、本格的に寒くなる前に外で飼育記録も兼ねて撮影をしていこうと思います。性別はまあこの子はメスだろうなっていう子もいるんですが、中にはひょっとしたらオスかもしれないみたいな子もいるので、性別の確定はまだできない感じです。なので今回は性別なんかは無視して、とりあえず成長確認というか個体の特徴を見ていこうと思います。どの子も血統を意識して購入しているのでみんな綺麗ではあるんですが、まず見ていくのはこちらの子ですね。この子は中国の安徽省と呼ばれている地域の CB 個体です。このチャンネルでも何度かお話をしているんですが、安徽省というのは中国セマルの中でも特に赤くなるというか、成長につれてね、甲羅だったり肌に赤い発色が出る綺麗な中国セマルのブランド産地として知られています。この子もものすごい綺麗になってきました。特に肌の色がすごいですね。甲羅も綺麗なんですが、特にこの首周り、頭にかけての発色がすごいなと思います。めちゃくちゃ明るいオレンジに体が染まっていますね。腕の付け根から首、頭までものすごい綺麗なオレンジ色の発色が出ています。角度によってはね、頭の黄色いラインがちょっと見えづらいぐらいの感じになっています。さすがブランド産地の個体といった感じですね。まだ1歳なので肌の発色はどんどん強くなっていくと思いますので、引き続きこの子の成長が楽しみです。次に紹介するのはこの子ですね。この子も赤みがとても強くて綺麗な個体です。甲羅や肌にね、赤色が発色しています。この色の出方がめちゃくちゃかっこいいですよね。中国セマルは去年から飼育しているんですが、当初思っていたよりも発色の変化がすごくて、飼育を想像以上に楽しめる種だなと思います。いやー、すごい綺麗ですね。この顔の色もオレンジというか赤というか、すごい濃い色が出ています。次はこの子ですね。この子は1個前に紹介した個体と同じ血統になります。この子はね、顔の色がすごいっすね。顔というかこの横顔のほっぺの色がね、めちゃくちゃオレンジですね。すごいっすね。これなかなかここまで顔の色が濃く発色するセマルっていうのは珍しいと思います。めちゃくちゃ赤いですね。先ほどの子もそうですが、素晴らしい血統だと思います。この子も成長した姿がとても楽しみですね。最終的に発色がどんな感じになるかっていうのがとても気になりますね。次に紹介するのはこの子です。この子もとても有名なブリーダーさんの血統です。甲羅の赤みだったりとか皮膚の発色っていうのはさっきのね3匹に比べるとちょっと劣るんですが、それでもかなり綺麗な個体だと思います。甲羅もこんな感じでとても綺麗に成長しています。ちょっと後交板のあたりが若干反っちゃってるんですけど、まあ、これはね、もしかしたらこの子は餌くれがすごくて、餌をねだるときに甲羅をね容器の壁に結構ねゴンゴンぶつけるので、それでだんだん変形していったのかなと思ったりもしますが、まあ本当のところはよくわかんないですね。最後はこの子です。
この子はね、めちゃくちゃいいですね。すごいこんもりとしたヘルメットみたいなね、フォルムの甲羅をしていて、甲羅の赤みはね、そんなにかもしれないんですけど、皮膚がね、ものすごいね、やっぱ赤いんですよね。特にこの子は、タートルネックから顔にかけての赤みがかなりすごいと思います。この子は去年のトンブリーチで購入した子なので、成長スピードは、まあなかなかいいんじゃないかなと思います。これすごいっすよね。顎の色がめちゃくちゃ赤いです。この首の色もね、かなり赤いんじゃないかなと思います。さっきも言ったんですけど、この子はね、この甲羅のフォルムがめちゃくちゃ気に入ってますね。ものすごいこう丸々したフォルムです。はい、ではこんな感じで今回の動画は中国セマルハコガメの1歳の子たちを成長記録に撮影してみました。セマルはハコガメの中ではかなり飼いやすい部類で、人にもよく慣れる種類だと思いますので、気になった方はぜひ飼育にチャレンジしてみてはどうでしょうか。また中国セマルの動画はね、成長記録や飼育方法なんかを動画にしていきたいと思っていますので、その際はぜひご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。